CAND ユーロの模式図。一次冷却水系は黄色と大色。二次冷却水系は赤色と青色で描かれている。原則用の重水はピンク色 CAND ユーロとは中性子の原則及び燃料の冷却に主に重水を使用することを特徴とする原子炉のことである。原則剤に重水を使用することから重水炉に分類される。 CANDU とは、カナデアンデューテニウム・ウラニウムの略である。1960年代に、カナダ政府と民間企業との合弁企業によって設計された。CANDU 炉で使用される燃料集合体。長さ50センチメートル、直径10センチメートルほどの大きさである。1976年、電源開発株式会社がカナダへ。 CAND ユーロの視察団を派遣、通産省も CAND ユーロを念頭に置いた発電用新型路等実用化調査委員会を発足。さらに原子力委員会の新型動力路開発専門部会にて CAND ユーロに関心が示されるなど CAND ユーロの日本導入が検討され始めた。しかしながら1979年原子力委員会は CAND ユーロについてを理由に挙げ、現段階で積極的理由がないと結論付けたことから導入議論は一気に下火となった。電源開発株式会社、電源開発30年史電源開発株式会社、1984年 P457 から458、ありがとうございます。